おもちゃのリサイクルショップトイプラネット伊勢崎店さんの仮面ライダーコーナーに来ました。変身ベルトいつものようにいっぱいあります。さあ今回これですね、だいぶ安くなった感じするんだよ。2000円だからね、動作部品 OK ってことで、はい、エイムズショットライザー01のね、はい、バルキリーが、バルキリーじゃない、バルカンが使ってた、まあ、バルキリーも使ってたけど、まあバルキリーいろいろね変わるからね。タイフーンだ、これやっぱかっこいいよね。なんかレジェンド系のベルトもバカにできないですからね。最近出たやつとかも結構ね安いのに出来がいいやつ多くて、特に今回びっくりしたのはこれね、このシリーズね、まあ、新仮面ライダーの変身ベルト系なんですけど、これね今までこう箱でよく見てたんだけど、今回ねどこだっけな、下の方にあったんだよね、実物が、箱なしが。そしたら出来がすごい良くて、あ、これ持ってないかも、外部のねウィザード、こっちも持ってなかったっけな。ほら実物があったんです、実物っていうか箱なしが。え、こんな出来いいんだ、こんなかっちょいいんだと思ってびっくりしました。いやこれはいい、これはかっこいい、ほらかっこいいんだよね。ほらこれ、これがこれだよってやってるんだけど、これびっくりした、新仮面ライダーのベルトこんなかっこよかったんだと思って。変に木をてらってない感じいいよね。今のがウィザードかな、ウィザードライバー、あ、こういうねレジェンド系のやつね、これいいよね。ブラック入ってるからね強いです。ブラックの当時物なんてまあ手に入んないからね、まあ、手に入るかもしんないけど高いからね。そして反対側にここね、ショーケースがあります。仮面ライダーショーケースで結構まとめ売りとかもしてあるんだよね。なんか01セットみたいな感じとか、エグゼイドセットとかね。おー、なるほどね、ダブル系とかガイム、まあ光学系ロックシードとかありますね。はいはいはい、 CSM シリーズ買取強化中ね。この日は30日か、はい、に行ったんで、やっぱり年末だったんでリサイクルショップ特有のね、やっぱり混雑になってました。だいぶ混んでて、本当は混んでる時はあんま撮影に行きたくないんですけど、行かないようにしてるんですけど、どうしてもね年末年始に動画アップしたくて行っちゃいましたよ。お、すごい、やっぱ今ねリバイス系多いよね。そりゃそうだね、セイバーセットとかこれさ、もうやばいよねこれ。わー、いいなー、レアなやつも入ってるし、リバイス、うん、まあ、今買うならリバイスはだいぶいいか、まあ、セイバーの方が安いかな今だいぶ、まあ、この辺見るとわかるんだけど、一時高かったやつとかもだいぶ安くなったりしてますね。お、この辺はギーツかな。そう、風装剣ハヤテがだいぶ安くなりましたね。一時ちょっとねあんま安くなってなかったんだよ、あのセーバー終わったあたりとか、これはあんま安くなんないなと思ってたんだけど、怒号剣激怒、これはね安くなりましたね。当時もほらだいぶ安くなってるでしょ。なぜ、なぜだろう。そしてこれ01の武器、これ持ってないんだよな。色がいいね、明るくて、もう明るいのが一番ですよ。まあ、エグゼロとか見た目は明るいよね、すごいね。そして箱入りもいっぱいありますということでね、ブタとか書いてあるけど何なのブタって。ゴーストだからあれか、最勇気とかなのかな。最勇気はあれ、あの、どうなんだろうね、偉人に入るのかな。テンガンもだいぶ安くなったね。ほら動作部品 OK がこの値段になってますからね、2000円しないぐらいで買えるんだみたいな、これなら全然買いやすいかなと思いますね。で、ガイムね、ドライブ、ビザードとある感じかな。一応年代順にこう並んでるんで、すごい探しやすいし、自分の思い出を振り返るのにもいいかなと思いますね。結構大人の、ね、方とか男性が2人組とかで来て、あ、これ持ってたとか、これ見てたわみたいなお話とかしてるのよく聞きますね。そういう場面に出会うことがあります。はい、戦ベルトだって、ちょっと珍しい感じするね。これ戦、
顔にハッシュタグついてない？ハッシュタグっていうか、ハッシュタグじゃない、怒りマークか。でこのロボ系が安いんですよ、やっぱりね。だから最近ロボ系出ないっていうね、売れ残っちゃうからっていう。定価は高いんだけど、なかなかねロボ系ってライダーファンには刺さらなかったのかな。あ、またイクサだ。あれイクサ今度顔違うじゃん。あれなんかさっきの何だったの？これ勇気ね。これ十分今でも遊べるからね、アクションフィギュアで。しかもちゃんとモンスターもついてて、ミラーモンスター、そう、こういうとこにねプレ版が入ったりもするんでね。はい、ショーケースだけじゃないんで、まあプレ版の中でもねレアになって高騰してるものもあれば、逆にプレ版の価格より安くなってるものもあるんで、そこら辺が狙い目かな。これとかも多分なんか最近出た方だよね、当時ものじゃなくて。プレ版なのかなんなのか、レジェンドベルトみたいな形なのかどうか。あ、これ一時あったね、ディスプレイ台座セットみたいなやつ、なんか YouTube でレビューするときとかにすごい使えるんだよね。僕はねダイソーのゴミ箱で、代用してましたね。お、この棚の側面は仮面ライダーのビッグサイズソフビかな、 UFO キャッチャーの景品が多いのかなって感じで、もともとブリスターに入ってたやつとかありますけどね、結構安いんすよ。でこっちちょっと戦隊コーナーとかもあるんで、スーパー戦隊のコーナーね、また今度別の動画でやってるんで、はい、またナレーション取り次第アップしたいと思います。でまたねこの逆、こっちの棚も仮面ライダーコーナーですからね、3列あるっていう。ロックシード100円のコーナーとか、まあもっと言っちゃえば100円コーナーの近くにソフビたちいっぱいいたりするんで、今1個100円じゃないんだけどね、ほとんどこれね、ベルトのベルト止め部分だけでも売ってるんで、この部分のパーツないって思ったらベルト止めで調べたりするといいと思います。で、あ、このライダーのベルト止めはこれなんだっつって、ここにトイプラネットに買いに行くと。このベルトは誰の、これが分からなかったね。もう皆さんにクイズです、これ誰のベルトですか。なんでクイズって偉そうなのか謎だけど。で上の方にはね、まあ未開封品が結構ある感じかな。ここちょっと見やすくなってますね、100円コーナーが。ウィザードリングとかスイッチとかアストロスイッチとかね、大メダルとかフルボトル未開封品、まあ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 未開封品とかはよくあるけど、こっちね大メダルで、これダブルのなんだっけ、ガイアメモリーが100円でこんだけあるのはちょっとね最近では珍しいかなって感じ。100円コーナー割とスカることが多いんですよ、すぐ売れちゃうのかな。まあダブルだけにねスカるってことでね、はい。僕がこういうところで探すのは大体ゴーストアイコンの、あの、まあ、ブランクゴーストアイコンがたまにあったりするんですよ。僕2回ぐらい見つけたことあって。そう、100円で買えるとなんか当たり感があるんですよね。お宝探し感があって楽しいです。お、ライドウォッチもいっぱいあるね。この辺はシフトか仮面ライダードライブのアイテムかな。キーアイテムっていう名前の呼び方でいいのかな。コレクションアイテムとか言ってたけど、お、フルボトルだ。フルボトルもね、なんかデラックス版と食玩版とかの見分け方とかもあったりしてね、なんかデラックス版を探すのも楽しかった思い出があります。こっちもね、ガシャット、ガシャットもだいぶ100円が増えたかなって感じ。うん、ガシャットとかもともと1個が高いじゃん。エグゼイドのベルトってベルト自体から音出ないからさ、ガシャットがお金かかってるみたいなね。ライドウォッチもまあ割と、まあライドウォッチはまあベルトも電池使うけどね、ジオね。ただジオのベルトってなんかエラー多いそうなイメージあるんだよな。わ、すっごいあるな、めっちゃある。やっぱセーバー関係今買いやすいね。お、話題のライドケミーカードもあって、これクリスマスっぽくない？ラメってる。多分これね、決めありだから100円に来てる感じするんだよね。もう落ちる気がするんだよな、あの感じだったら。なんか落書き落としみたいなので。でリバイスのバイスタンプとかも100円であって、これマーブル仕様なんで個体差があるからなんか楽しいですよね。そんでライドケミーカードもめっちゃあるからね、これ袋詰めするの大変そう、店員さん。でこっちに来ると、ここにも実はあって、まあ、今のね仮面ライダーガッチャードのセットみたいな売り方されてるのかな。一気に遊べるぜっていうね。
これギーツ、こっちもかな、ギーツ系と下ちょっと大津系があって、その一番下はねウルトラマンコーナーだったりするんだけど、ウルトラマンコーナー動画もね別動画でやりましたんで、一昨日ぐらいアップしてるんで、はい、結構ね伸びたんですよ。まあこれからも多分伸びる感じするんでありがたいですね。これ謎なんだよね、謎のおもちゃがあるっていうね。こっちそう、謎玩具コーナー、謎玩具コーナーじゃないけど、なんかねちょっと種別として謎なんだよね。あ、これとかね、なんだっけ、神業ワンダだっけな、確かね。こっちに来るとねちょっとね面白くて、またディズニーコーナーだったりとか、もっと右行くとポケモンコーナーがあったりして、ここディズニーだね。トミカもディズニーはディズニーで分けられてるね。すごいディズニー好きの方にもいいし。でポケモンのぬいぐるみめっちゃあるのよ。すごい今ねポケモンのぬいぐるみって価値上がってますからね。そう、古いやつとかもう持ってる方はね、もうなんか大掃除とかで、ね、捨てちゃダメですよ本当に。持ってきましょう中古屋さんに。もちろんトイプラネットさんでもいいですしね。お、これバリアードの進化系なんでしょうね、最近出た。あ、バリアード進化するんだって か、 なんか意外なポケモンが進化していくんだよねどんどんね。あ、でここもディズニーコーナーなんですよね。本当ここはねディズニーコーナーっていうよりもディズニーリゾートコーナーって感じ。これもディズニーリゾートのあのトイストーリーに出てくるあいつですよ、ロッツォ。最近 UFO キャッチャーでぬいぐるみゲットしたわ、そういえば。でっかいのね。一応処分代だったんだけど、それね確率が来て取れたんですよ偶然。まあ結構お金つぎ込んじゃったけど。お、ジェラトーニだ。うん、つむつむぬいぐるみね。でこっち来るとちょっと食器とかあって、これアリスかな、不思議の国のアリスコップで、すごい可愛くていいなと思ったんだよね。これなんかミニルービックキューブで、しかもなんかメタリックだったの。なぜかここにポツンだって、多分100円だと思うんだけど、値段ついてないから。反対側バッグコーナーなんだけど、結構面白いバッグいっぱいあって、ぬいぐるみバッグみたいなのも多いし、これとか見て、ハンバーガーって書いてある。もういいね、テンション上がるね。でなんかイーブイとかピカチュウ、ヒメグマ多いね。このクッションコーナーがね、今回なんかね充実してたんだよな、すごい。でまた仮面ライダーコーナーに戻ってきました。このアストロスイッチ、これなんか何、この玉入れのカゴみたいなのがついてるんだけど、これ知らなかったんだけど、こんなのあったんだ、面白いよね。昭和魂、もう2024年ですよ。ありがとうございます、明けましておめでとうございます。ということで今回の動画も以上です。チャンネル登録とコメント、そして評価ボタンも押してってください。それではまたよろしくお願いします。バイバーイ。